琴女は地方のそこそこ良い国立大学を出て有名企業に就職したもんだからものすごく得意になってて、私はもちろん夫の十姉妹たちまでバカにしてた。聞こえるようにお兄ちゃんもカスをつかんだもんだねえとため息ついたり、十姉妹たちに兄嫁に妬まれてつらいわーって言ってみたり、すべて乙女や夫の見ていない場所で言われる。十姉妹たちがあの子は昔からあんな風邪だから気にしないでと言ってくれたことと、夫にもっと妹を締めろとカツを入れてくれたおかげで随分楽になり、おまけに十姉妹の一人が琴女よりもずっと良い大学に入ったので琴女の学歴自慢もなくなった。そんなエリート琴女が出来婚して念願の専業主婦となり、都会でのセレブ生活を自慢し始めたが、一年ちょっとで琴女夫が解雇されてしまい、エリートじゃない夫は不要らしく乙女が止めるのも聞かずに離婚して義実家に出戻った。すぐに元勤めていた会社程度の大企業に再就職しようとしていたが、結婚前の3年間しか職歴がない上にシングルマザーとなった琴女を雇う会社などない。パートはいや、事務職はいや、レジ打ちなんて冗談じゃないと選んでる間、義実家でパラサイト状態。でも自分は就活中だからパラではないと認めない。先日乙女がとうとう琴女に対して実力行使をするというので引っ越しの手伝いに行った。近くの古い公営住宅3キロへの引っ越しが終わると生前贈与としてある程度まとまった金額を渡し、あとは一銭も一秒も援助しないと私と夫の前で公言した。琴女は夫にどうすればいいのと泣きついてたけど、お前頭がいいんだろ、自分で何とかしろと冷たい対応。私の方は絶対に見ようともしなかった。琴女子ちゃんがどうなるか心配だけど、いざとなったら琴女夫が心配することだからと言われ、それもそうだなと納得。できれば琴女夫の元で育ってほしいけど、意地でも手放さないだろうな。フェイクありあり。付き合い1年半、結婚期間半年。俺はリーマン、嫁は看護師。ある日レストランで和気あいあいと食事をしている時に、嫁が中座で席を立った。こちらから表情が見えなくなるギリギリのタイミングでニコニコ顔が一気に真顔に変わるのを見た。普通ならそんなことで疑うやつなんていないと思う。けどものすごく心に引っかかった。それから嫁の行動の中で今までと違うことはないかと注意していた。で、それまでは携帯を出してゲームしたりすることがあったのに、俺の前では全く携帯を出さないことに気づいた。当然心が修羅場ったよ。動機は止まらないし、そんなわけないと否定もしたし、信じるべきだとも思った。結婚たった半年だし、普通にラブラブだったし、 H も毎晩のようにしてたし、何よりめちゃくちゃ惚れてたからね。しかし動かないでボケっとしてても始まらない。嫁は職業柄平日休みが多くて、日曜祝日は仕事って普通だったから、スレの先人に習い必死に家探しした。知らない下着とか見たことない持ち物とか何かないかと。で、見つけたのはベッドのマットレスの下に隠してあった嫁の日記。途中まで俺とののろけが綴られていたが、数日で白紙に。そして日付が飛んで、そこからは延々と俺が嫁を殴ったとか、部屋から出さないとか、浮気してるとかってないことないことが毎日書かれてた。離婚のための証拠作りだとすぐに理解した。悔しさや悲しさや絶望に襲われて、泣いて泣いて泣いて自分を責めた。何が足りなかったんだろうとか、何が悪かったんだろうとかね。吐いて泣いて呆然自失。だが、そんなめめしい自分にカツを入れようと、根性焼きを入れたドキュンを打つ。しかし覚醒。
先人に習い、その翌週、夜勤明けで爆睡してる嫁の携帯をチェック。ロックされてたが、暗証番号は予想通り銀行と同じであっさり解除。出るわ出るわらりメールと真男との写真。真男は病院の若いイケメン医師でしたよ。なるほどね、俺有責で、離婚からのそれを慰めた真男とめでたくゴールインの計画ですか。しかも平日休みは自宅とか、夜勤日は当直の医師用仮眠室でやるとか。マジでおめでてえな。まあ医師のアパートは病院の寮みたいなところだし、連れ込めんもんな。迷わず更新所を探して依頼。そしたら隠しカメラなどを設置しただけで証拠ゲット。そりゃ現場自宅だし、休みの日は知ってるし余裕だよね。同時進行で外堀埋め。まず共通の友人、同じ病院の看護師に根回し。そしたら友人まで証拠写真ゲットしてきた。夜の待合室でやるなや。つうかそこの総合病院は俺がガキの頃から喘息で何度も世話になったところ。入院通院しまくったから院長も府長もよく知ってる。嫁も披露宴の時にそれを知ってビビってたんだがね。事情を話して協力を仰いだら快諾してくれたよ。証拠持ってその病院の顧問弁護士へ。離婚問題に強くなくてもこれなら余裕と太鼓判。これで奴らは四面楚歌。準備が整ったところで両方の両親に電話。離婚の意思があること、詳しいことは集まった時に話すと伝え、某日に来てくれと依頼。嫁両親が嫁に連絡を取れないタイミング、嫁は仕事中個人の携帯を触れないから夜勤日が重なる時に連絡した。病院の会議室に院長が嫁と真男を召喚。ここに弁護士と両親と俺がお待ちかね。なんでみんなここに集まったかもうわかるよね。の俺の一言で嫁、真男真っ青。実は嫁、俺と出会う前からこの真男に気があったらしい。が相手にされてないと思って諦めてたと。ところが結婚した途端、真男は惜しくなったのか、隣の芝生は青く見えたのか、嫁にアプローチ。簡単に落城と相成りましたってさ。あとはスムーズに示談交渉。真男に8桁、嫁に7桁の慰謝料請求。さすがお医者さん、余裕で飲みましたよ。通過飲むしかないわな。ごねりゃいじできなくなるしな。嫁は、嫁両親が肩代わりで、嫁両親に分割返済決定。ちなみに接触禁止云々も織り込み済み。不審に思ってからここまで3週間もかかってない。20代前半の世間知らずのバカができたのは先人たちの報告のおかげです。それでもたかが恋愛の延長程度の結婚生活でと笑われるかもだが、人生最悪くらい事後も苦しんだんだぜ。その後真男はそこの病院にいられなくて飛行機距離の病院へ。で、向こうですぐ新しい女作ったんだと。すごいね、さすがだね。怒り狂った元嫁が仕事放棄して突したらしいよ。怖い怖い。あれから2年経つが、共通の知人によると元嫁は実家にいるらしい。障害の前科持ちが就職とか結婚とかできるのかね。真男は知らん。ろくなことにはなってないって噂は聞いたが興味なし。